まあ、書き換えながら写している。全然あのハードウェアのアクセラレーターは今しかしてないんですけども、まあ、これも何か将来的にそういったような、Android と、まあ、OS ですね、その辺のインターフェースが明確になって、ハードウェアのアクセラレーションが効かせれば、もっと速くですとか、あるいは CPU 負荷を下げるですとか、ということができるかと思います。